なんだろう、昔綺麗なお姉さんは言っておるような気がするんだが、あるな、娘の子がいるけど、いやいや、しゃあない、舞台出た時には娘じゃないよ、わしはあの赤のパリンだけど、これはここら宿が、そりゃ宿がこの後ろがあるような気がするんだが、わしは貧乏だけど、あの、これがないわけ、これがどかずええことにせないというような気がするんだが、まあ合力もない、ちょっとここへ、ここは発表して、また今晩野宿、また野宿ですか、また野宿でしょうじゃん、ああ、野宿でええで、今日は人がえっとおるけ、なんとかなるかもわからない、えっといなければもう出んけ、お邪魔っとる間に何かええことになれえで、そういうことがあれ、ええことがあれえかもわからない、やりなさけどや恥の空には同じ奥歯気をせのずつつなり痛い痛いや泣き探すよ旦那さんの方を多めに集めとるからね、いや、ほんまかい、いや、わしは今、誰ぞあの一緒にぬくいとこを、ね、あの寝てくれる人がおらへんから俺今探しおったんだから、ちょっとなかなか手を挙げてくれそうな人がおってないんだよ、あら、顔が悪いんですか、ね、いや、ほんまよ、顔、あんたはいいんだよ、顔が、わしは働くしわもやっとるし、なかなかええことにならんのだ、それはここ、ちょっと映画に押して、俺は剛力さっきからちょっと見てみるのに、あんたらえらいパサパサ乾いとるような気がするんだが、あ、答えないでしょ、今日はめぐっておらんのですから、ほんまかい、あんたのえらいぬくいような気がするで、こっちのことは、いやいや、えらいぬくいような気がするよ、ほんまかいの、破けてちぃとるから、あんたわしの示しとるんだけど、おお、ここへ大きなええ石があるじゃないか、ここへ、わしゃここへ、こっちかけて、よしよし、おじゃ剛力、おじゃお前そこでねえよ、わしゃこっちちょっと、あの、ええ、よっかなった、わかりました、おいでみましょうか、おだが、爆睡しちゃつまらんで、クマが出るかもわからんけど、ああですか、クマが出たら知らんで、わしゃ、あんた、うちの家にはクマがおるんだから、あんたんとかおらんか知らんが、まあ、クマではないと、クマは全然、いやいや、キツネが、ちょっと待てうちの嫁がクマじゃ言うんか、俺でこれいけばよしよし、あじゃあ寝ようで寝ようで、はよ、よしよし、thank you.
鈴木誠也が勝ってホームラン打ったと。久保川頑張れー。久保川、カープがまた逆転勝ちしたと。旦那さん、あ、旦那さん、ええ女が俺に勝ちますよ。え、何、あら、こっちか。いや、今黒田が勝ったいう話を聞いたんだが、もうあれは昨日だった、昨日の話、あれは昨日です。今日も勝ったんだ。これでその後ええ女がおるよ。ええ女が前に来るよ。前を見てくださいって、あんた、ええ女の下ヘッドオーラーこっち向けて、あんた、あこらはんには白い歯を出してから、あんた綺麗なお姉さんがいっと、それはええんだかのゴーリー、はは、あの出る前にえっと縛ったこのトキンが頭が毛がないもんだけゴーリーずるんよな、これが。やれ、お父さんそこで大きな口を開けて笑わちゃいけん。やれどうぜよ、ほんま今頃髪の毛ないなってね。これでなんとかトキンがずらんように思ってハチマキを巻いたんだが、これがトキンもハチマキも一体先行にもいずりやがる。まあ困った話で、いやほいでその悩みは分からんですけど、ほいで今晩じゃない、今日の昼カープでまた勝った。ほんまかいの、ちょっと見えねえんだ、なんぼで勝った。またホームラン打ったんか、あれ。いやー、これは日高さん、あんたボーナスやってくれよ、おいで。おっとー、いやいや、おいで、さまにーのー、あんたもおりき、息子もさん、雨は降らんよったか、ゴーリーゴタゴタゴタ言うたか、雨が降るんじゃあるかな、おいで。おいで、その旦さん、あっちは予想に応募と。なんで、ね、ピクピクさせないよ、あんた。怒っとるんだろ、わしがふざけるのを見ていかないって。いやいや、おいで、なんか今言おったから、別におるよ。目の前見たらさ、ありゃりゃ、まあなんか色白き女がおってやつ、なんと色白いんだか、えら髪が乱れとるで、こんなやつは怪しいで、ゴリキ。これあら、詐欺ですか、ちょっとやばいんじゃないこれ。お前が騙された女に用意とるような気がするな。おいだく動きは君と違いますよ、この前にた。いやいや、君と同じがある。ちょっとあの見てみに、あの裾の方もちょっとはだけとるやあれ、砂糖とんじゃないの。やばいであれ、あんたゴリキちょっとやばい、隠しようって。やばい、隠しようって。あれ怪しいに違いないで、あれゴリキ、気をつけ気をつけ。さ、ちょっとこっち来た方がいいで、ね、俺らが旦那さん、私も来てきてな。いやいや、やめた方がいい。あれやばいやばい、ちょっとやばいで、あれ。ここで、どういうことか、あれ、なんだろ、言っといた。温相さん、温相さんやて、おっさんとは言おらんかったやつ。おっさん言っちゃいけん、温相さんやばしの言葉やろ。温相さんやて、俺だけど一声かけてみると思う。ああ、似たさいこと。ちょっと上田川社長はな、にわかみたいなの大体得意じゃないんだから、大体怪しいやろ、上田が。ちょっと上田が、まあ、一声かけてみようか、俺。感情なりごとに出やそうろ。温相様にの天輪と汝が体を変えてこい、即身成仏の境はさせんぞや。